各駅停車に通過される駅、丸一、二子新地駅、高津駅、二子玉との口の途中にある駅。この区間は複々線で、童貞が外側、大前が内側を走行するが、外側にのみホームがあるため大井町線は通過するぜ。しかし、大井町線には2種類の確定があり、緑確定はこの二駅を通過する裏切り者。一方青確定は二子玉から田園都市線の線路に入るため、この二駅にも止まる真の確定だぜ。丸二、初台駅、幡ヶ谷駅、新宿と笹塚の途中にある駅。この区間は京王線と京王新線が並行しており、新線にはこの二駅が設置されているものの、京王線にはないため、京王線新宿を発着する確定は通過するぜ。しかし京王線に乗ると途中にハイホームを確認できる。これは京王線の新宿から初台が地下化されてから、新線が開業するまで使用された旧初台駅で、ホームが初田のあそこ並みに短いぜ。そういえば南海の今宮恵比寿と萩の茶屋は、あの二駅は普通は通過だが確定は止まるぜ。ああもうめちゃくちゃだよ。